皆さこんにん、ちこんは。にちは。月を仕事にする大人塾、笠子塾塾長の笠子と申します。今日は、めぐみーランドのめぐみんさんが、YouTube を再始動するということで、お話を聞いていきたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。めぐみんでーす。めぐみんさんは、めっちゃ人気のある方なんですよ、皆さん。そんな言っちゃう。足フェチ、パンストフェチの方のためのモデルじゃないか。まあ、そこはちょっと表立っては SNS 上では言ってないんですけど、まあ、笑顔モデルっていう形で私を表現してる感じですね。インスタだったり、TikTok だったり、そういったところで。足フェチ、パンストフェチなんて言っちゃダメ。ちょっと、なんだろう、SNS なんていう、そういうのに引っかかる。足フェチ、パンストフェチは大丈夫じゃないですか。結構言葉、私ちょっとインスタの方でも、もう足フェチとかパンストダフェチはメ。言わないようにしてる。わかんない。何が引っかかるかがわやかんないんばい。で。僕がバンされちゃったらどうしよう。そう、どうされるかもしれない。いや、なんかなので、あんまり。ツイッターに書いてあったので、ツイッターに書いてあるから大丈夫なのかなと思わず言っちゃったんですけど、そうですね。ツイッターの方が割と緩やかなので、ただ、その辺がちょっと私まだ分かってなくて、YouTube がどこまでその言葉が大丈夫かとか、分からな皆くて、とさりん、こあえずの、ね、めぐみーランド、めぐみーさんの YouTube、これからは、その、バンされるかバンされないか、どこまで出せるか出せないかの勝負にね、かかってますよね。だから一応今日から投稿にはなるんですけど、まあなんかあんまりそういったところはあんま出していかないかもしれないです。ちょっとね、なんか方向性まだ定まってなくて、自分の好きなことをとにかくやっていこうみたいなか、チャンネルなんですよ。でもなんかもう早速、その2024年3月15日から再始動したショート動画には、そうですね。あれはギリギリセーフかなっていう感じ結です。構エッチな感じの、結構エッチな感ですじか？の、私、結構そうそう、攻めてる感じ表現。の、本当ですか？攻めてますかね？ちそょっうです。とパッツ見えないかなみたいな、あおお、危ねえみたいな感じですかそう、チラリズムのね。そうですね。チラリズムの伝道師、めぐみんさん。それいいですね。そう、チラリズムなんです。見えそうで見えないを攻めてる感じなので。で、一チラ番、リズムなんだだけろど、う。素足じゃなくてパンスト。そう、履物をね、お履物をするという感じ。で、割と、まあ、コスプレっていうほどコスプレじゃないけど、その、なんていうか、職業衣装系が多い感じですよね。そう、OL とかスーツとかですね。あとは、これ何だろう。そうですね。まあ、たまには、ちょっと、レオタード的なそういったピシッとしたものとか着なたるほり、ど。そう、まあ、それはちょっと YouTube 上とかそういったのは出せなくて、ファンクラブの方では、そうやって見せてたり、あファるンんクですラよ。ブ。ファンサイトがあって、そっちで、そういったちょっと攻めてるコスチュームはやってます。なるほど。じゃあ、かつてのような生配信、お色直し生配信みたいなのは、ちょっと再始動後は、ちょっと今のところ予定はない。お色直しは今やってます。ただ、画面上では見せてなくて、フレームアウトしたところでお色直しして戻ってくるっていう感じです。そうか。確かに、その、この映ってるところで隠してるお色直しもバンされちゃう可能性があるから。それはもうバンされました。そう、バンなのされで、一ま旦どいて着替えないとダメだと。した。画面上ではちょっともやらなくて、そう。でもそれでも結構面白い。みんな結構見に来てくれるんで、いいいかなみたいやな。ー、待望の YouTube 再稼働じゃないですか、ファンにとっては。でも今までのような投稿とちょっと違って、もう完全にちょっとメグセラピーで出張先行って、で、ちょっと旅をしながらでセラピーして帰ってきてっていうような、ちょっとそういった動画を撮ったりとか、その撮影の裏側とか、そういうところを撮っていこうかなみたいな感じで。なので、なんかちょっとご飯食べてるところとか、そういう旅とかね、そういう感じのイメージでやっていきたいなっていうので、まあ、第1回は自己紹介をまず撮ったんですけど、なるほ第1ど。じ回ゃあ、が。ちょっとこう、
裏側というかプライベートな感じが垣間見える。そっちですね。撮影ああ、現場の裏側とか、施術ついに。動画現場の裏側みたいな。ってことはあれでプ ライすね。ベート。私生活のチラリズムチャンネルってこういう感じ。ら、なんか面白いですね。チラリズムチャンネル。ファンサイトとか、まあ、ツイッターとか、まあ、じゃあ、本当のチラリズムの画像を出して、一応、綺麗な私写生真み活たいのチラリズムをご飯食べてる感じはこんな感じなんだよとか、な。そうですね。ちょっとより身近に感じてもらえるかなっていうのはあるかもしれないですね。なるほど。そういう形で使っていこうかな。ちょっと表現方法がちょっと違うかもしれないけど。じゃあ、模索しながら。そうなんです。だから方向性が、まあいろいろ、まあなんか、やりたいこと全部やろうっていう、私の、やりたいことをやって、まあ、楽しくやってるところを見てもらって、でね、そうやって、こう、めぐみランドが反映していけばいいなっていう感じなんなで。るほど。なんそうかなんで他す、そにうこんなんなこともやっていきたいみたいなのありますか？ YouTube。YouTube でこんなことやりたい。今はね、そうですね。なんだろうね。そうだな。今やりたいこと。いや、パッと出てこないけど、でも、今のとこ撮り終わってるのは、なんだっけ、でもちょっと旅っぽいやつとか、サウナ入ってるところとか、撮った。サウナ。サウナ入ってるとこ撮った。サウナ入テっンてるト？っていうのはバスタオルですか？あ、それがね、そこ、まあ、ちょっと、なんていうんだろう、テントサウナっていう、ははは。はところがあって、自分で巻き起こして入れるところがあったんですよ。いはい。で、それをちょっとチャレンジしてみようと思って、自分で火起こせるかな、みたいな、そんな感じの動画やってます。で、そのセクシー系ではちょっとまだやってない、ほとんど、みたいな感じです。そうなんです。でも、めぐみさんさえ出れば、全部セクシーに見えますから。あ、見えますか？ 見えます。大丈夫でオす。ーラがセクシーなんで、はい。大丈夫です。大丈夫。ありがとうございます。なんか、ライブ配信で投げ銭とかやったら盛り上がりそうですね。あ、なんかそうですね。TikTok は結構そうやって盛り上げてくれますね。そういう。おちょっとシステムがわからなくて、ほとんど私インスタライブでしかやってなくて、なのん。うんうん。でちょっと TikTok で同時配信した時には、なんかこう、なんだろう、アイコンが飛ぶんですよ。なんか花が咲いたりとはいか。はい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 。ハートが出たりとかするから、はい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 。なんかやってくれてるのかなっていう感じがするんですけど。YouTube はほら、スパチャで金をもらえる。あ、そうなんですか？スパもチらえャ？ます、もらえます。ああ、そっか、そうなんですね。そうです、そうです。へえ、なんか、そういったこともやっていきたいですね。そう。ねえ、いやなんか、YouTube ライブやりたい。目標。ねえ、YouTube ライブでなんか、ねえ、なんかこう、1000円スパチャで投げたら希望の衣装を着てあげるとかね。ああ、なるほどね。あ、それいいですね。なんかこう3択の中で、なんか一番金額が多かったのもこれから、まあちょっとそれはどうなのかちょっとわかんないですけど、まあなんかそういうのとか、それかなんか投げてくれたお金でその衣装を買ってやりますとかなんかね。ああ、面白いですね。あ、ちなみに私聞きたかったんですけど、笠子さんは私がもし、こう、今後 YouTube やっていくにあたって、なんかこんな動画やったらいいんじゃないっていうか、なんかそれ逆になんかありますかね。なるほど。こんな動画見てみたいよねとかあったりします。そうですね。なんだろうな。まあ、でも、なんか、多分なんかファン目線で言うと、やっぱりいろんな衣装は見たいなっていうのはありますよね。衣装ね。で、あと多分なんかまあ、もうすでにインスタとか TikTok ではやってるのかもしれないですけど、まあ、ツイッター民からすると写真が多いので、なんかこう話してる、動いてる感じは、まあ、TikTok、インスタを見てる人はもうね、動いてる画像は見てるのかもしれない。話してる、動いてるっていうのはいいのかもしれないですね。そうですよね。今まで話してこなかったので、もう映像上でしか見せてないというか、感じでやっじてゃあきこてれかるんらで、ほ YouTube でとんは話すかもしれない。ど。話してます。おお。めっちゃ話してます。じゃあそこが新しいところですね。そうなんです。今までにない挑戦なんで、本当に、こう、
一人でペラペラ画面に向かって話しながら、向こうに誰かがいることを想像しながら なるほやってど。ますね。はない。るほど。そうか。そうでなもんで逆すによ。ですね、ファンの皆さん、YouTube 再起動にあたって、こういうやってほしいことありますかって募集してもいいかもしれないですよね。あ、そうですね。それやりたいですね。なんかそれでね。一個一個こうやっていくのも楽しいですね。ね、まあ、その、できることできないことみたいなのはあるんでしょうけもちろど。んね。そうです、そうです。でもなんか、それいいですね。と、こう、声を、ファンの方というかね、めぐらさんから声を上げるっていうのいいですよね。ね。で、何々さんの何々案を今回は採用しましたみたいな。楽しそう。それ楽しそう。それすぐね。やろう。はい。いいですね。ナイスアイデア。ね。ありがとうございます。そうなんです。なので、ちょっと今 YouTube、これからね、なんか方向性がまたいろいろ変わるかもしれないですけど、とりあえず本当にチャレンジしようっていうことが一番で、私、ずっと笠子さんが、YouTube やりましょう、やろう、やろうみたいなことを、ね、Facebook でいっぱい書いてくれてるじゃないですか。で、それ見るたびに、私もいつかやろうと思いながらも、だいぶ時間経って、やっと今年、やっとスタートする気持ちができて、で、スタートしたって感じで、もう、そうなんですよ。とりあえずやるぞって感じで。だけど2年前とかは結構いっぱい上げてますかね、2年前あたり。ちょうどコロナの時ですかね、2年前っていうと。そうですね。そのインスタライブを、なんて言えばいいんだろう。ただ、録画したものを、ああ、あこげう、て映る。してるあ、だけなんで、なるほど。してるだけだから、そんな、なんかそのために撮影したっていうものは、2、3、2個あるかなぐらいだと思います。ああ、そうなんですね。そうなんです。ほとんどやってるって言えないっていうか、一応なんか、はい。僕作ってますけど、確かに、インスタライブのをそのまま YouTube に上げてる感じ。そんな感じなんですよ。あ、でもなんか今も、もしインスタライブとかやってるのがあれば、それをなんか YouTube に上げてもらったらちょっと嬉しいかもですね、ファンとしては。そうなんですね。なんかこう、インスタで探すよりも YouTube で探したら見やすいかなとか、なんか連続してボンボン見ていけるかなとか。あ、そうなんですね。じゃあ、それもやっていこそうすると、なんかストックがう。ね、たくさん溜まる感じがありますよ本当ね。本当。そうですね。この今、喋ってる感じも YouTube にしていいですか？あ、どうぞ、いいで喋っすてるか？感じのね、ちょっとも裏で撮影してるんです、実は。う。お、裏で撮影してる。そこっのち裏側側で、こっちの。側で。じゃあ、それを今回インタビューされましたのを上げてもらっても。なので出るんで、ぜひ、かさこさん見てくださいね。あ、それ面白いです。なんか2画面で見る。こっちの正面画面と、こっちで撮ってる画面と。こっち側の、見えてない側の方で、こっち映してる感じなんそこに誰か、で。人がいる。そう、撮影をお願いしているので。撮影をしてるのは誰かなみたいなのが。なんかね、みんなよく聞かれるんですけど。で、よく聞き、絶対ファンの人聞きますよね、それね。聞かれます。まあ、そこはね、謎めいた方が面白いかなと思いますけど。そこは、最大のシークレットということでね。はい、そうですね。そういうことにしておきましょう。僕は撮影してませんからね、みたい あ、じゃあまた撮影してくださいね。な。もうそれはもう喜んで、ぜひ、ちょっとやりましょう、やりましょう。ね、やりましたね。何年前か、かさこさんに撮影しコていロたナ前ね。ですかね。多分、そうですね。2019年とかかな？ぐらい多です分。よね。だと思います。出ましたね。いろんなコスチューム着て。ねえ、あれは素晴らしかったですね。いや、ありがとうございます。きれいに撮っていただいて。いや、とんでも、もう、なんかコスチュームが本当にバラバラで、何でしたっけ、全身タイツみたいなやつとか。そう、ありました。あれ、攻めてましたね、かなり。ね、ああれれ、す絶ごい対出攻せめないでて。すよ。あれ、絶対こういうとこ出せないですよ。れでももうダメ。ダメですよ、多分。ちょっと怖いですね。そうインスタとか絶対無理ですよ。か。あ、インスタじゃ結構厳しいんですね。厳しいですね。今、厳しいですね。なる今ほというか、どんどんそうですね、厳しくなってきたのかなって思いますけど。ど。あまあ、そとの辺では、悩んでる人がいたら。
あとはもしかしたら、パンストのいろんな種類とか、まあすでにやってるかもしれないですけど、きっとフェチさんはほら、模様とか、色とか、いろいろ多分、それを試してみるみたいな、まあすでにね、やってるところもあるかもしれませんけど。そうですね、ストッキングレビューみたいなのも、実際ストッキング履くの好きなんで、そこも入れていこうかなっていうのはありますね。ちょっと案件取れたらいいじゃないですか。案件、そうなんです、来るんですかね。ね、もうそのストッキングメーカーみたいなところからも紹介して履いてくださいと、ぜひみたいな。そうですね、すそうでいにう提夢供がもありしてまる。すね。ね。いいでね、すね。YouTube だとそういうことも起きる可能性もありますよかね。も。そうですよね。今までよりちょっと枠が変わってくるんで、なるそう、ほど。飛び抜けていきたいですね。なるほど。そして、現在の活動の宣伝をすべきことがありましたら、ぜひ宣伝を。宣伝、そうですね。私は、こうやった SNS で、自分を表現もしてるんですけど、もう一つ、二つとか、いろいろあるけど、仕事として、メグセラピーっていうセラピストの役割もやってて、で、実際に、メグセラピーって何ってよく聞かれるんですけど、男性機能の回復させたり、アップさせたり、エネルギーを、氷を意識したマッサージを使って、そこにエネルギーをガーって蓄えて、で、しっかりこう、言っていいのかな、気持ちよくなっていくっていう、メグセラピーっていうのがありまして、それを、なんで笑ってるんですか？もう言葉に何か言葉で言わないように気をつけながら、こうオブラートに包んで説明しているところがすごい面白いなと思いながら今笑ってしまいます。そう、言葉気をつけないといけないんで、それを本当に足からマッサージしてって、全身を緩めていって、リラックス状態になってもらって、副交感神経を優位にした、そういった、本当に極上の時間を過ごしていただけるのが、メグセラピーになってるんで、以上の時間。そう、ね。極上だっていうことを、この間言われました。ああ、いい言葉だねと思って、それもらおうと思いまして。それは今、主そう。に場所はどこで？メインは広島市内のエリアで、来ていただいてるんですけど、出張で今、3月から東京行ったり、大阪行ったりとか、今そこまで決まってて、それ以降はまた、いろいろ、ちょっと各地点々と、そう、要望があるところに行けたらいいなという形でやってます。出張そうなんで、です。施術やってます。出張のスケジュールみたいなのは何を見れば、ツイッター、インスタ、両そうです方。ね、ツイッター、そう、インスタあたりで、で、告知出しすてると思う。感じ。そうです、そうです。なるほど。そんな感じで活動しております。あと、ここ最近ツイッターで何でしたっけ？ファンティアでしたっけ？ファンティア、で、なんちゃらかんちゃら、なんちゃらかんちゃら、テーマごとに発売開始しましたみたいなの出てませんでしたっけ？商品ですよね。商品ね。商品だと思うんですけど、あれは写真あれ、集。ファンティアっていうのは動画が出せたりとか、自分の写真出せたりとか、で、動画販売とかもできたり、そこに、ファンクラブみたいなもので、そこに入会してもらって、で、写真が見れたりするような場所ですね。そう、なそるこほど。に、やっていますね。そっちはじゃあより過激なものが見れる。過激、チラリズムですよ。それでも、あくまで違ちょっう。とチラリズでムも、が、そう大きくなか。るみたいな。光沢感の美しいストッキング。何のやつだ？今、ファンティア見てるんですね。ファンティアのね。とか、そういうのが見れたりとか。そこは足フェチさんとか、そうですね、そういった方に向けた、サイトというか投稿してるので、星座コース多いごでとにちょっと、そう、コースごとに金額が違って、見える写真が変わってくる。なるほど。星座 OL っていうネーミングもまた素晴らしいですね。ムチム星チ座、クロストッキング。
葉で読んだらダメね。いや、大丈夫だ。いや、この でも間、楽しそうじゃない。もしかしたら YouTube は、インスタより少し緩いかもしれないですね。あ、本当ですか。はい。もしかしたら、このぐらいだったら多分、絶景 OL。何をいる？絶景 OL。あ、そうです。絶景 OL。まあ、その写真、そこを開くと、あ、これが本当の絶景なんだねっていうのが分かるような写真がいっぱい出てます。気になりますね。あ、じゃあそういうものを見たい方は、ファンティアに。そうですね。ファンティア入ってもらったり。あはい。と、まあ、めぐみんの施術ってどんなものなの？どんな感じなの？っていう方は、そういった動画も出してるんで、ちょっとまあ、商品として出してるんで、まあ、参考までに見てもらったりするのもありかなと思いますね。なるほど。そうです、そうです。いや、YouTube はどんな感じで更新頻度は1週間に1回とかぐらいですか？特に決めてはおらず。いや、これが一応2日に1回を最初はちょっと、おお。できたらいいな。でも、そこまでなんか、決まあ、めてるわけじゃな頑く張り、て。そう、まあ、週1は最低出したいなっていうのはありますけど、もう。そうです、そうです。早く1万人フォロワー行きたいね。登録した。でももう今、4670人ですもんね。そうですね、全然更新してなかった2年間、してなかったんだけど、そこでまで減るこも、ともなく、です増えよることもね。なくですけど、だからみそうんな期そうそう。待してるってことですよ、きっと。いや、だといいんですけどね。ぜひ、かさこさんも登録お願いします。あ、登録、そうだ、登録しないと。登録してくださいね。なんていうか、めぐみさんの時々インスタでも、そのツイッターでも流れてくんですけど、いいねしていいんだろうかみたいな。いいねしてほしいですよ、私は。いいねしたいんだけど、このパンストにいいねをしていいんだろうかみたいな。いいんです、かさこさん。開いていきましょう。開いていきましょう。ぜひお待ちしております。いいね待ちしてます。いいね、いいね。というわけで、皆さんもきっとね、多分ね、炎上してる人いっぱいいると思います。やっぱ、なんかあんまりいいねしちゃうと、性癖が割れちゃうんじゃないかとか、ああ、そうか。気にしそう、ちとゃうか、なんかこう、か。なんかいつもそういうものばっかり見てる人なんじゃないかとか、思われて、きっと遠慮してたり、もしくは別アカを作っていいねをしてる人とかがきっあ、とでいもるんね、じゃそうない。なんですね。別アカウントの方多いと思います。ですそれよはね。ね。ですあよるね。と思います。みんなね、開いてこ。YouTube 関係ないって。に上げていくのは、ショートをいっぱい上げていく感じなのか、別にショートとか、別に長いものとか、あんまり関係なく上げていく感じですか？そうです。ショートも合わせつつ、まあ、今回はちょっと YouTube 再始動の前の前夜祭的な感じでもうショート動画をバーってちょっなとるほ出してるど。感じなんです。なのでメインはそのやっぱりな、なんていうか普通長いのやロンつ。グの動画、長いやつ、おお。なんていう、10分ぐらいの前後のものを出して。おお。そで、れは頑張っ楽てしみ。編集もちょっとしてるんですよ。自分で。そう。できたんですよ。ごーい。本当に、よくやったなって自分で褒めてるんです。素晴らしい。でも、取っ手出し、だっけ、かさこさんの言われた、もうなんか YouTube やるのに、そう、編集とかもいらないし、とにかく取っ手出しすればいいんだよっていう、それがもうものすごい後押しでしたよ。そうだよねと思って、別に編集なんていらないよねと思って。けど、本当に羨ましいのは、めぐみんさんだったら、全部取っ手出しで大体いけますよね。いけますかね。あ、ほら、なんていうか、自分を見せることが主の番組なので、なんかを解説したりとか、とかは別に割とどうでもいいじゃないですか。別に見てもらう。食べてる海鮮丼の別に値段はどうでもいいから、そこの値段のテロップ入っちゃって見えるものが見えなくなる方が嫌じゃないじゃん。なるほど。そこでこ太ういうことか。ももがテロップの文字に隠れたら、この文字邪魔なんだよみたいな、編集しないでそのまま見せてくれよって多分思ってる人が。
編集いらねえみたいな。多分編集あ、が必そっ要なかのそっは、多か。分見えちゃいけないものが見えちゃったときに、ああ、なるほどね。多分バンされないために編集が多分必要なんカッで。トしたりすると。なるほっど、ていなるほど。ああ、う、そっかそそっれ以か。外はなんかもう、なんか自然体のトリッパの感じの、なんかあと、ミスっちゃっても多分美味しいと思いますよ、なんか。これから YouTube 撮ります。再始動のめぐみんですみたいなの言ってる時になんかミスっちゃった。じゃあテイク2ですみたいなのもそのまま残しとく。ファンには残たしまとらく。ないと思う。そういう裏側を見せていく感じですかね。多分きっと影のプロデューサーさんも動揺してくれるんじゃないかと。じゃあ、そういう感じで、ちょっと今後に期待をしていただいて。そうすると本当にトリップで撮れるからいいですよね。トリップとあんまり、お手出しでできるからいいです。そうですね。取っ手出しがやっぱ長く続く秘訣ですよね。あとは、と思きっいと、ます。更新が止まりそうになったら、もう、ショートだけでいいので、おはようございますだけでも。ああ、そっかそっか。おはようございます10連発みたいなのだけでもいいと思います。10連発。ちょっと1回だけだと多分5秒ぐらいで終わっちゃうから、ショートを重ねていくんですね。ちょっと30秒ぐらい持たせた方がいいのかなと。めっちゃいいアイデアをいただいて、きっと多早分更速新やっね、てみ楽よしみにしてる人が多いと思いますので。う。そうだと嬉しいです。じゃあ最後あにりが何とうございか、ます。こんな感じでいいんですかね。ゆっくりと思います。最後ありがとうござ何かいます。こう、こんな、ここをフォローしてねとか、ここを見てねみたいなのありますか？どうだろう。でも、インスタとか、TikTok とか、でも TikTok も頑張ってるんで、見てほ TikTok。しいですね。それはまあ、似たようなショット動画ですけどね。インスタ、ツイッター、TikTok、まあ、それから YouTube のチャンネル登録。あ、ぜひ、そうです。応援してもらえると嬉しいです。あとは、もっと見たい方はファンティア。そうですね。気になった方はファンティアだったり、もっと気になった方はメグセラピーだったり。そうか、最終的にはもう2次元、2次元、3次元じゃなくて実物リにア会ルえで。る。そうなんです。リアルメグミーランドが待ってるよ、みたいな感じです。でもそれなんかちょっと他の人と違って強みかもしれないですよね。おー、そうなんですか。なんかほそっら、か。この画像とか動画だけでやってる人って多いですけど、めぐみさんの場合は、実際にね、会って、セラピーを受けられるっていうのも、ね、そうなんです。面白いですかね。ちなみにダンスとかは得意ですか？ダンス。ダンス？ダンスはちょっと見せれないですよ。そうですよね。きっとそう思ったんですよ。ダンスはね、ちょっとできないですいや、ね。なん全か、然。TikTok とかインスタで、なんかミニスカートのスーツでめちゃめちゃバリバリ踊ってて、マスクしてる女の人が、すごい出てくるんですよ。好きなんですね。いや、あれにいいねしたこともないんですけど、あれ結構頻繁に出てきて、なんかあれを見るたびに、めぐみんさんがこれできたらなんか結構いいよなみたいな。踊れたらってことですよね。でも多分めぐみんさんがやる場合は完璧に踊っちゃ多分ダメだと思う。キレッキレはダメなんですね。キレキレは多分なんかちょっとこうたどたどしい感じの方がちょっとミ面スし白い。てなんかこうみたいな方がきっといいんじゃないかと個人的には思っております。そうですね。そういうジャンルもチャレンジしてもいいかもしれないですね。でもうそれ失興敗味したは。失敗したまま、やっぱ踊れなかったみたいなので終わらせてもいい気がします。ありがとうございます。やってみよう。やってみよう。やってみる。楽しそ動いてるめぐみんさんを見たい方がきっといるんじゃないかと思いますので。う。いつも歩いたりぐらいしかしてないんで。そうですよ歩いね。たり。そうですよね。後ろからついてきてもらったりぐらいしかしてないんで。確かそうに確なんかに。ですよね。踊るのも楽しいかもしれない。いやー、じゃあ、ぜひぜひ、概要欄に、関連リンクを貼っておきますので、ぜひ皆さん、めぐみんに、
足を踏そう、めみ入ぐみランドにれていただきたいと思います。来て。ではでは、今日はありがとうごはざい。いましあ、た。いえ、こちらこそありがとうございました。